こんにちは、柴田です。今回はプレイテックのギターとアンプをレビューいたします。おはようございます。このね、プレイテックはね、皆さんご存知かと思います。あのサウンドハウスさんからリリースされているブランドで、とにかくお安い。このね、ストラトはなんと11,800円、そしてこのアンプは4,980円、新品ですよ。びっくりするような値段で売っております。で、これはね、千葉管楽器から借りてきたんですけれども、まあ中古で総額でですね、ギターとアンプ合わせてももう6000円未満と、もうめちゃめちゃ破格ですよね。ほんとね、僕の時代はね、安くてもね3万ぐらいはね、ギター始める時にはお金がかかってたんでね、ほんとね、すごい時代だなと。で、今回はね、そのお安いギターがね、どれぐらいの作りなのか、どんな音がするのか、どこのブランドとも何の関係もないですね、この私シーバードが素直なご意見をですね、お伝えさせていただきたいなと思います。まあ率直にですね、まずね、握った時の感想、思っていたよりも全然悪くない。もっとね、ガサガサした感じかなと思ったんです。このね、ネックとかも例えばバリがすごくあるとか、木がガッサガサでなんかこのすごい滑りが悪いとか、そういう印象をね、勝手に持ってたんですけれども、ネックはすべすべだし、全然バリもないし、 Amazon で単体でね、買ったネックの方が逆にひどかったぐらいです。ではちょっと生音いきます。うん、こんな感じで全然悪くないんですよ。まあ、指板もね、結構いい感じだと思います。まあ、ただね、ちょっと気になったのはペグはね、やっぱね、良くないですね。まあ、値段相応かなという風な感じです。結構ね、ガチ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 してて、スムーズさは全然ないですね。あとブリッジがね、やっぱりちょっと安っぽいので、こう弦をね、引っ張り上げてるこのペグとこのブリッジ、ここがね、ちょっとね、弱点かなという風な感じです。見た目的にはね、これね、カラーもね、何種類もあって、あとピンクだったり、あとね、サンバーストとか、お好きなものを選べるんですけれども、これはね、全然塗装も綺麗だし、色もね、可愛いしね、全然いい感じだなと。まずはね、僕が普段使っているこのハイワットのアンプ、一度ね、こっちでね、鳴らしていきたいなと思います。全然悪くないですね。まあ、僕が普段使っているストラトと比べるとちょっとね、ローがね、足りないなというふうな感じはしますけど、無難な音かなと。でセンターに、全然いいですね。パワーはどうだと言われると、やっぱね、そんなにパワーがあるわけじゃないですけど、まあ無難。ちょっとね、今気づいたのは、若干やっぱね、フレットがね、ザラザラしてるかな。まあ、これもね、安ギターあるあるだと思うんですけど、ちょっとね、磨けばその辺は良くなるんじゃないかなと。ではちょっとクランチにしてみましょうかね。
悪くないですね。全然問題ないなと。まあちょっとねやっぱねフレットがザラついてるのがこのハイフレのね単音が若干弾きづらいなという風な感じはします。では続いてですねプレイテックのアンプで鳴らしていきましょうか。つまみはこんな感じになっております。ゲイン、ベース、トレブルですね。トレブルとベースは真ん中にしておきましょう。しかも音大きいね。なかなかねパワフルな感じですよね。ちょっとねドライブ上げてみましょうかね。ビジーッとした感じはありますけれども、まあ使えますね。ちょっとレスポールとかで鳴らしてみようかな。じゃあプレイテックのこのアンプをギブソンのレスポールで鳴らしてみたいと思います。好みにねよるかと思いますけど、全然ねそんなめっちゃ悪いとかっていうのは全然なくて、普通、ほんと普通な感じです。リバーブとかねまあそういった空間系が全然ないんで、もう音はねこうすごくストレート、ズバッとまっすぐね出るような感じでございます。という風な感じで、まあもうすでにねストラトを持ってる人がこれをねまた改めて買うということまではしないでいいと思うんですけれども、例えば今ハムバッカーしか持ってなくて、ちょっとストラト遊んでみたいなとか、改造してみたいなとかっていう方にはですね、全然悪くないギターなんじゃないかなというふうに思いました。ご視聴ありがとうございました。シンバドでした。